で、他社の皆様ございましたらお願いいたします。朝日新聞の斉藤です。よろしくお願いします。新型コロナの感染状況について伺いたいと思います。1月1日から23日まで新規陽性者数273人で、23日は過去最多45人という新規感染者が出ているという、まずこの郡山市の感染状況について市長としてはこの現状をどういうふうに認識されていますでしょうか。10月、11月、12月とですね、非常に少ない罹患者が来まして、1月になりましてですね、このような結果になったということなんですが、この前の成人式もね、非常に慎重な対応で、おかげさまで少なくとも今までのところ、成人式で罹患したという方は聞いておりませんので、ほっとするんでございますが、本当に今のところ、家庭内ですね、グラフにありますの通り、非常に家庭内、本当に身近なところでございますので、もうなかなかこちらの、ご注意事項っていうのをですね、家庭によって違うところあるんで、そこをどうですね、保護者の方に、あるいは子どもたちに、自ら注意していただくか、非常に工夫がいるところかなと思っております。今おっしゃったようにオミクロン株が重症化しにくいと言われているということで、市民の危機感というか伝わりにくいというか、そういう認識を持ちにくいという懸念もあるかと思いますが、市長として改めてその注意喚起の意味で、おっしゃりたいことがありましたらお願いします。はい、今までのところですね、重症化というのは何にくいと聞いておりますが、感染力が非常に強いと聞いておりますので、自分ではいかしても自分は軽症だったけれども、高齢者とかですね、あるいはいろんな疾病を持っている方に感染した場合は大変重大なことになりますから、どうもオミクロンでは軽症らしいということではなくて、他に感染他の方に感染した場合は非常に重篤な結果をもたらすかねないんだということを十分ご認識いただきたいなと、これは昨日の記者会見で申し上げたところで、もう一度ですね、軽症ということに油断しないで、非常に感染力が強い、自分ばかりじゃなくて小さいお子さんあるいは高齢者に感染した場合は重篤な重大な重症化するということがあり得るんだということを十分ご認識いただきたいなというのが今皆さんに申し上げたいところです。それから中学生以下の感染が増えているということですけれども、ちょっと繰り返しになりますけど、中学生以下の感染が増えているという現状についてどのようにご覧になっているかということと、この中学生以下での感染が増えているというのは、これはこれ全国的、全県的な傾向なのか、それとも郡山市で特に顕著なのかどうかということと、それとその中学生以下 その感染抑止防止のための対策の鍵としてどのようなことがあるんでしょうか。現象がこれは特有なのか、全国的なところですが、今朝 の各市、体験しますので、全国的に、低年齢の方、子ども、児童生徒の感染が増えているという記事がございまして、全国的な現象となるとですね、より一層ですね、注意を深くしなければならない。昨日の発表を申し上げましたけれども、今、教育委員会でですね、各校、それから家庭にですね、メッセージが届くようにということでおりますので、で、今まで見たところでは、一人登校してですね、で、しばらく経って、もう一人、罹患したというようなケースもございますので、
人だからといって、あ、うちはまだ一人だということで安心することなくですね、あの生徒、児童生徒全員に の健康管理に最新の注意で、先生方も保護者の方も望んでいただきたいというのが、あの今私どもは申し上げたい、また申し上げなければならないことだというふうに認識しております。教育委員会で特攻教育長なんかお得することになります。最後ですけど、あの、65歳以上のこう3回目のワクチン接種が始まってますけども、あの若年世代へのワクチン接種並びに、あの5歳から11歳の子どもへのワクチン接種の予定で、方針として決まっていることなど、あの前倒しとかですね、そういったものがもしあれば教えてください。はい、あの中高生については、あの受験も控えた方については、あのワクチン接種を進めておりますが、それ以下のです、ね、子どもをどうするかについては、今、国でもですね、方針、検討中と聞いておりますので、我々もいつでもできるようにスタンバイしていくということでございます。はい、ありがとうございます。それで、はい、いいですか。その他ございますでしょうか。よろしいでしょうか。毎日新聞の熊野です。よろしくお願いします。まずあのコロナ対策の離婚世帯等の特別給付金の件ですけども、この会見始まる前にあの衆議院予算委員会等で、担当大臣と首相等が答弁してましたけれども、とりあえず、市の単独事業で先決で始めて、で国の対応を待って、俗な表現ですけれども、あの予算的には付け替えをすると、そういう流れでよろしいでしょうか。はい。それともう一点、民活導入の、公共施設再整備の件なんですけれども、12月定例で、予算がつい海水山公園等については予算ついてたと思うんですけども、この、再整備計画のですね、予算的な裏付けっていうのは、今後の3月定例とかで、まず来年度の、調査費用とかいろんな予算とかを出すっていう、そういう流れでよろしいですか。はい、進展に応じまして予算措置していくというご認識でよろしいと思います。あともう1点だけお願いします。民活についてなんですけども、総合体育館とか、私の認識でもうすでに指定管理者制度を導入してるのかなと思ってたんですけども、現在直営ということで、ただあの体育館にしても、野球場とかにしても、今ネーミングライツが、ネーミングライツ、はいはい、がついてるかと思うんですけども、この民活導入 PPP、PFI 導入の、計画にもなってですね、指定管理者制度を取ることによって、現在 そのネーミングライツ、の、見直しとか、もしくはその、継続とか、そういうことが、あり得るんでしょうか。あのネーミングライツもですね、今回の PPPFI もですね、ともにあのできるだけ民間でお願いしたいことはという方向は一緒でございます。あの今回この PPPFI でやってもですね、あの施設の名前を変えるということは必要ありませんし、また私どももそのつもりはありません。で、あの、仙台 あの楽天パークとか、あの所沢の西武ドームとか、しょっちゅうあのネーミングライツ、経験者変わってますけども、その現在その権利、業者、事業者との相談になりますけども、例えば体育館なりプールなり、
野球場なりが、ネーミングライツで名称が、変わるっていうことは、それぞれとの話し合いによってという可能性としては、あの原則はそうですが、今のところ、名前もうやめたいというお話がございますので、引き続き、それぞれの村井さん、あるいは横部屋さん、あのお名前をですね、提供いただけるものと思っております。ありがとうございます。はい、その他説明広告につきましてございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは説明項目以外につきまして質問を受けしたいと思います。よろしいですか。福島民事務所、よろしいですか。その他記者の皆様からございますでしょうか。よろしいでしょうか。それでは内容でございますので、以上で記者会見を終了いたします。ありがとうございました。どうもありがとうございました。